つまんなそうに見えるじゃん、後ろがすげえやってんの。だから最後そうそう、だからなんかソロパートもらってる人もっと楽しそうにやるのちょっと見せてくださいわかった、はい、はいめっちゃうまいじゃん、めっちゃうまい。幸せと君の幸せを混ぜ合わせたら何ができるか。集中。えい。一人でやった。集中。えい。さんさん逆っすね。完全に逆になってます。集中しろ。あれ。え、これ俺は？俺は？タカさんは合ってる。これ。さんさん鏡合ってる。鏡に映ってるから、つまりこっち来てくださいそういうことか。鏡の手を体に感じて、この手の気持ちの変えなどありません。こんな俺やらしてもらっていいんかなみたいなとか、誰も多分俺の歌とかその兄さん方も似てるから求めてへんでとか思って、なんかそういうふわふわしたなんか気持ちでいました。やる中で全然歌割りとか発言権とか、あとダンスのポジションいつも後ろだとか、なんかそういうなんか悔しいことがいっぱいあって、なんか嫌だなって。せっかくこういう仕事して俺目立ちたくてこの仕事やってんのに、ずっとスミックの嫌だなと思って、でそっからはもうなんか人のファンだろうがなんだろうが、いやとりあえずまず前出ようみたいな、まず俺いっぱい歌いてえからうまいことも証明してやろうみたいな、なんかどん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 良くないんですけど、ふわふわからギラギラに変わっていったっていうか、そんな感じですね。また踊ったり歌ったりもするんだろうなっていうのは思ってたんですけど、なんかでも多分今までと違くてもっと大きなものなんだろうなっていうざっくりは思ってたって感じです。先輩とか他の人のファンの人にも見てもらえる場っていうのがなんかすごい印象的にずっと試合やる上で残ってるんですけど、なんか自分がどう変わっていけるのかな、どう見てもらえるのかなっていうワクワクはありました。なんでやるんだろうっていうのはありました。なんか、まあ、お客さんが喜んでくれる可能性はあるけど、なんでライブなんだろうなみたいなのはありましたね。だし、まあ、歌って踊るっていうのは、まあ、大変な作業というか、出ることは一緒ですけど違うものではあるから、正直気持ち的にはそんなにやりたいとは思ってなかったです。あまりお客さんにこうなんか手を振るとか、なんかファンサービスみたいなのを多分苦手というか、もともと苦手なので、だったからなんかすごい違う作業というかが必要なんだろうなって思って、でもそれをやらなかったら違うじゃないですか。なんか来てくださったお客さんには失礼だなと思うし、なんかそこはすごい思ってました。だから違うだろうなっていう。結構意外と俺あんまり顔表に出ないというか顔出せないんですけど、自分がセンターっていうのもあまりないですし、なんかざっくり言ったらダンスの立ち位置が後ろで悔しいとか、それこそ歌うのパートだったり全体曲での割り振りだったりもやっぱしょうがないことなんですけど少なかったりするんで、そういうのは毎回受け取るたび悔しいけど、なんかその自分の、まあ、悔しいは悔しいですけど、そこばっか考えてダメになるんだったら、なんかダンスのクオリティだったりその自分のパートの歌の短くてもそこをどう歌おうかとか、そういうことを考えた方が全然得なんじゃないかと思って、その時の悔しさはちゃんと自分で持ちますけど、それよりも今できることやろうっていう感じですかね。あとやっぱなんかみんなで稽古するのが
結構楽しくて好きですね。最初あんなに、なんだこれと思いながらやったし、単純に歌とかダンスとかも本当に嫌でだったのに、だんだん楽しめるようになった自分もいて、なんか本当に様々というか、試合がなかったらあと今のそのキューブのうちの会社のスタッフと社員さんたちとかとも、こうなんていうんだろう、自分を知ってもらえる機会にもなったんで、その中でまあ戦いはあったんですけど、いやでも本当にそういうことやるなって言われるだけです。なんかそれじゃなくてまずこっちを専念しなさいとか、私まあみんなにもあったと思います、試合のメンバー内でもあったと思います、何やってんの俺っていうのがあるから、そこはもう単独でこれは開催してるんで完全に、だからなんか変なことやってっていうのはあったと思うっていうか、言えましたね、ぶっちゃけ。もう最近ですね、こんにちはこちゃんもあったし、でもあれがあそこまでの感じになったから、 お客さんの反応とかも、まあファンが増え、あれで増えるか増えないかといったら減るんですけどでもやっぱ面白いなってなってくれたり、関係者の人、全然外部の人とかもなんかすごい面白いって注目してくれたりとかっていうことがあったから、戦ってよかったなっていうか、自分をこう押し出して、自分が面白いと思うものを押し出してよかったなと思ってるんで、試合のおかげとしか思ってないです。でもなんか考え方が変わりましたね。最初の方だから俺が目立つんだみたいな話したじゃないですか。でも最近意外とそうも思ってなくて、なんか日々考えるじゃないですか、どうやったら売れるかなとか、いろいろ考えると思うんですよ。みんなで売れた方がいいのかなとか、自分だけ売れたらいいのかなとか、俺どういうキャラで行ったらとか、いろんな考えた結果、こうみんなで一人だけ目立って売れようとするよりも、多分これみんなで CIA としてどん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 成長していって、なんかお互いがそういうお互いのために、なんかこうもっとね、パフォーマンスでも、なんか発言でも、なんかいろいろそういうお互いのために何かできればいいんですけどね。そしたら上がると思うんですけどね。今回のやつに関してはあんまりオレオレしてなくて、気持ち的にはなんか CIA ってものがすげえ、ざっくり言うとちゃんとした、ちゃんとアーティストとして見れるユニットに今回見えたらいいなって思います。ざっくり言うと、まあ、もちろんダンスも歌もクオリティは上げて成長したところは見せたいっていうのは一番なんですけど、なんかシンプルに一生忘れられないものをなんかみんなで出せたらいいのかなって、ただ仲いいとかじゃなく、ただ団結力があるじゃなくて、なんか圧じゃないですけど、一生心に残るものをお見せできたらいいなと思ってます。自分のここ見せたいというより、みんながよく見えてほしいし、お客さんが楽しむことの方が楽しいなみたいな感じだから、多分思い入れも多分最後はあると思うし、まあ、ジンが最後ってなるとして、まあ、10年約10年ぐらいの付き合いで、多分こうやって一緒の集団でやることは多分今年でみんな終わりだから、そこはすごいなんか、そう、自分もそうだけど、なんかみんなに良かったねってなる感じにしたいなって思ってます。